ゲートイン完了スタートしました真ん中ポンと8番ガストフロントコースタート、コーダッシュ10番ベルベルコンパス並んでいきましたその後これらを追って11番のプライベートアイズストと6番モレ・ポブラーノ外からは13番イフ・ドウドー上がって12番コパノ・キュラソウ内は8番のガストフロントになりました馬群の中4番ナチュラルアイズも入ってその後ろから9番、早手の翼1コーナー回っていきました。 10番ベルベルコンパスが先頭でリードは首ぐらい6番モレポブラーノ2番手さらに外13番イフー堂々3番手前3頭広がって2コーナー2馬身がいて4番ナチュラルライズ前から4頭目11番プライベートアイスが並んで1馬身差8番のガストフロントをつけながらの追走で9番、早手の翼向こう正面に入って残り 1000m 切りました。 その後ろ7番のバカンサ、さらに外22番コパノキラスを、あとは6馬身7馬身1番 GT トゥルー離れた後方、2番空のキャンバス2馬身がいて14番北のチャンスおしまいから3頭目5番のアローブライト3馬身がいて3番ガイラルディアこれが最高峰です。前は3コーナーカーブを回ります。10番ベルベルコンパス先頭でリード体半分6番モレポブラーの2番手34コーナー中間ここで10番ベルベルコンパスが後続に差を広げていきました。そして空いた内から。 4番、ナチュラルライズ一気に2番手から今度は外へと持ち出して先頭へと並んでいって400を切りました1馬身半、6番、モレポブラーノが3番手、外13番、イフー堂々4番手、その後4馬身がいて7番、バカンツァ第4コーナーから直線、前2頭が後続を離した今度は外から4番、ナチュラルライズが先頭に代わって200を切って1馬身、1馬身半、2馬身突き放す10番、ベルベルコンパスが2番手、あとは大きく離れて内から1番、GT トゥルー3番手に上がるしかし前は4番、ナチュラルライズゴール。 2着10番ベルベルコンパス3着今ゴールイン1番 GT トゥルー外2番空のキャンバス4着圧勝でした4番ナチュラルライズ絆の3区安城横山武騎手勝ち時計は1分45秒72歳新馬戦で1分45秒7のタイムが掲示されました